どうもベタです。パースからやっていきたいと思います。はい、本日は皆さん頂上決戦パワフルサッカー杯頑張ってますか？はい、自分もね、なんとか間に合いました。特攻戦ですね、メンテの2時間前ぐらい作り終えて、まあなんとか間に合って今走らせていただいております。で、とりあえず今1位走っております。はい、まあこれの今見てもらったら分かると思うんですけど、2位の方と 1.5 倍ぐらい差は空いてるんですよ。まあ単純に長時間走ってるってのもございますが、ポイントの稼ぎ方っていうのがあるんですよね。はい、そちらを今回、皆さんに紹介させていただこうかなと思ってます。まあ手の内さらしていいのっていう人いるかもしれませんが、自分的にね、やっぱり楽しく勝負したいんで、ぜひともやりましょう。はい、まず、自分の過去、まあ数日前に上げた動画で、多分ベンチの選手を強くしましょうという動画2本ぐらい上げました。そちらの、まあ選手の紹介していこうかなと思ってます。まあそれがね、結構大事なんですよ、今回のイベント大事で、スタメンはさっき言っておきますけど、全部ボーナスの選手を連れ込んでます。なのでボーナス重視できてます。で、ベンチなんですけども、こんな感じ、で、ヘッド、スマッシュヘッド、そしてボンバーヘッドで、一応ファンタジスタ、ドライブシュートで、ボンバー、長距離砲、かかんないシュート、トライ、こんな感じに撮ってます。はい、まあ1キャラだけゾーンで、それ以外が点取り合いになってるのはちょっと時間的に間に合わなくて、メッシが成功しなかったんで点取り合い途中から変えました。はい、本当はゾーンの方がいいと思います。そしてこれやると、何がいいかと言いますと、ボンバーヘッドとスマッシュヘッド、これが発動するだけで5000点入るんですよ。で、それプラス、まあなかなか多分サイドから上げること難しいと思うんで、一応長距離砲とドライブシュートで、長距離砲でかかんないシュート取られとったら結構奥から持ってくれるんで、結構楽なんですよね。はい、なので自分はこういう感じにしてます。で、センターフォワードとトップ下、こういう形で自分は作ってます。それをなぜかと言いますと、ベンチから出るとき、調子次第にしてるんですよ。いや、調子優先か。今やってるのが、調子優先ってものにしてます。もしミッドフィルダーでトップ下を作ってしまうと、サイドに行ったり、ボランチに行ったり、トップ下に行ったりするんですよ。基本的トップ下ってセンターフォワードと同じ役割をしてほしいので、ヘディングでね、同じ役割してほしいので、自分はセンターフォワードに、トップ下をつけて作ってます。それだとサイドにいたりしないんで楽です。で、逆にサイドの選手はヘディングとかはつけてません。クロスです。完璧クロスに特化してます。ドライブシュートはつけました。これはね、ちょっとまあ海王山高校で作るにあたって桜庭使いたかった、ちょっとドライブシュートはつけさせていただきました。ファンタジースとかぶるっていうのもあったんで、まあこれはいいと思います。で、まあクレセントクロス、クロスマシン、ラストパス、このあと殿下の宝刀か、この辺がね強いんですよ。まあ殿下の宝刀つけたっていう理由は、コーナーキックが結構今回重要で、コーナーキックでクレセントクロスが発動するんですよ。それでポイントがバンバン伸びていくっていう感じになります。なので自分はこういう形でもう完璧に住み分けしております。そしてまあこいつは残念ながらトップ下で出ることがございます。でもまあキャラのアイコン変えてればこいつにクロス上げなければいいだけなんで、それをまあ自分はサイドのキャラを葵ちゃんの瑞希ちゃんにして、そいつらにはクロス上げないっていう感じで一応進めてます。まあ一応ファンタジスタついてたら、ボンバーヘッド打たなくても800もらえるんですよ。なのでまあ上がってしまっても別に悪くはないんですよ。はい、で、あとボンバーヘッドとファンタジスタって相性悪いんじゃないのっていう人いますが、ボンバーヘッドついてたらヘッド優先になります。で、ポイントが溜まってなければファンタジスタ発動するって感じになるので全然いいと思います。はい、そして見てもらったら分かる通り、サイドバックもつけてます。まあそれはなぜかと言いますと、サイドバックをね作るとね、センターバックに行っちゃうんで、まあサイドの選手で、ね、やっぱりクロス上げたいってことで、まあ、右サイドと左サイドって感じでサイドバック、サイドハーフの選手を作ります。まあ、これだと結構いい感じにクロス上げてくれるんですね。なのでもう一回ベンチの選手今から作るぞっていう方はこれを作って、
ください。でスーパーサブつけた理由は、まあ普通に交代要員で出るのもあるんですけども、それよりか、まあ、ただ単に海王山高校でメンタルキャラを使いたくて重野くん入れたってのがでかいです。はい、まあ、一応そんな感じで自分は作らせていただきました。あとまだちょっとこちらはね動画で公開してないんですけど、ゴールキーパーリベンジで金徳7作ってます。今日の夜一応出させていただく予定なんですけども、ゴールキーパーねこちらが強い。まあ自分はそこまで発動しないんですよ。ディフェンスがちょっと強いんで発動しないんですけど、もしこういう選手がいてサイドの選手がいないのならば、逆にディフェンスをむちゃくちゃ弱くしてください。そしてシュート打たしまくってください。ポイント爆伸びします。1本シュート打たれるごとに多分1万いくら入るんで、多分これはすごいと思います。まあキーパーがねなかなか出ないっていうのもあるんですけど、逆にこのキーパーをもうスタメンに入れちゃってもうポイント捨てるみたいな、もうボーナスを捨てるけど200ポイントぐらいのボーナス捨てるけどキーパーが強いよっていうパターンでもいいのかもしれません。まあ、ちょっと自分は今回ディフェンスを強くしてしまったがためにそれは使えないんですけども、それもおすすめとなってます。はい、まあ、こんな感じです。まあキーパーが強い方はそういう風にして、サイドが、まあ、攻撃で点取りたいよという方は、まあ、この後動画では説明させていただきますが、はい、そちらの真似をしてみてください。では試合編に移らせていただきます。はい、お待たせしました。試合編ですね。とりあえずフリーキックが大事です。フリーキック、まあ、コーナーキックが大事です。これでとりあえず、あ、今回失敗ですね。でコーナーキックを狙っていく。 OK、 コーナーキック、頭の上がちょっとコーナーキック入りやすいのかな。そしてできれば自分は来たのがねボンバーヘッドなので、ボンバーヘッドを狙いつつ、これは、北野以外ならクロスバー狙います。で来たので来たんでボンバーヘッドで点取っちゃいますと、まあ、こんな感じで得点稼いでいます。はい、そしてそしてまあ ひたすら待つだけ。はい、これで北野ドライブシュート打ちたくない。あ、打っちゃった。あれあれあれ、まあごめんなさい、今のは見なかったことにしてください。そしてまあドライブ入れてもいいか、これ入れてもいいかな。うん、まあ桜庭くん、まあ一応コーナーキック狙おうか。あ、入っちゃった、残念。まあキーパーが端っこに寄ってるときは端狙った方がいいんですけど、まあ真ん中にいるときはねやっぱ頭の上狙うのが一番いいのかなと思いますので、皆さん狙ってください。それでコーナーキック取ってください。コーナーキック、あ、でもどうだろうな、回復しないんだよな、まだ北野くんが。はい、そしたら、はい、もう点取っちゃいます。はい、いいっすね。これで3ゴール差になります。で、ここからさらに2点を追加しています。はい、ファンタジスタ、じゃあ頭狙ってきます。シュート、これはバーで、バー狙ってきます。ヘディングバンバン打ってきます。これはどうだ。はい、ヘディング狙ってきます。ボンバーヘッド、あ、これはキーパー狙います。オーケー、これでキーパーに当てつつボンバーヘッドが発動しますね。で、これでクロス、クロス系の特能が発動して、ここからはヘディングでバー狙います。で、できるだけ角度考えてください。あ、今の外した、うん、外しましたが、角度を考えてください。入射角が少ないほど、まあ、真っ直ぐ進むんで、それが大きいほどちょっとね、斜めに変なとこ飛んでいくんで、できるだけ目の前のバーに当たるようにしてください。そうした方が絶対いいです。でもバー狙っていきます。これじゃあバー狙って、あ、コーナーキック、ラッキー。じゃあコーナーキックで点取っていきます。点じゃない、ごめんなさい、ポイント取っていきます。ボンバーヘッド、キーパー狙って弾け、 OK、 弾いた。じゃあこれはできるだけ角度を低くして、でもうちょいで角度を低くして、おいちょい、これでいいっす。これでヘディングのスマッシュヘッドを覚えてたらバンバン点くれるんで、はい、ファンタジスタでも800入るんでね、これも角度ないように、はい、これをやってください。これをやったらピンチャンでもバン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 無限に点取れます。はい、
まあ、うまいことやればなんですけども、まあ、この辺は慣れです。で今のね多分2万点ぐらい、2万点3万点ぐらい稼げてるんで、はい、ぜひとも皆さんこれを真似してください。これで一応ね、課金の数も少なくできますので、はい、参考にしてみてください。はい、本日はここまでとさせていただきます。また次の動画でお会いいたしましょう。ビタでした。さよなら。